いやいやいや、長友さんでもずっとこのエピソードとかも面白いんで大丈夫やと思いますよ。そのでこのなんか失礼なこととか、はい、なんか言ってしまって確かに空気ちょっとだけあれってなると思うんですよ。こうやっていったら慣れてないというか、その時は一回もうブラボーで CM やったら言うんすか、はい、一回もうブラボー封印、そこでカフス上げてください。もうブラボーで全部あの編集点作ってください。いけます。力技で。わかりました、はい、空気悪いなと思ったらブラボーでカフス上げてください。いやもう決められるじゃん。二度と来てくれないです。いや長友さんはもう絶対何言っても大丈夫です、はい、キャラクターがもう出来上がってるんで。あ、本当ですか。はい、大丈夫です。いや、もちろんですよ。もちろんです。頑張ります。せいやさん聞きたいことですか、はい、ありますか。せいやさんに聞きたいこと。嬉しいですね、この長世界の長友さんに逆に質問。いやなんか全然お時間たっぷり。お時間全然あるんで。いや、せいやさん、いやテレビつけたらせいやさん出てるんですよ、常に。見ていただいてるんですか。はい、あの全部じゃないですけど、はいはいはい、つけたら結構せいやさん出てるんで、はいはいはい、どういうようなその睡眠とか取ってるのかとなとか、はいはいはい、食事ちゃんとできてるのかなとか、はいはいはい、なんか心配になりますよ、なんかすごく。うちのおばあちゃんと同じ心配の仕方をしてくれるんですね。はい、でもそのぐらいやっぱり出てるんで。いえ、全然取れてます、睡眠も。あ、本当ですか。そう、全然全然いいペースでやってますね。その年末一回長友さんとネタ番組みたいなんで、はいはいはい、で漫才披露したんですよね、はい、で長友さんが審査員みたいな、はい、なんか評価辛かったですよね、その。なんか僕らチームにあんま。本当ですか。結構リアルな評価を僕ちょっとリベンジしたいですね。そうですね。なんか長友さんがせやそのネタ番組でブラボーが一番流行ってってた時で、そうですね、ワールドカップの後だった。そうや、全然ブラボー言わんまま帰ってきましたよね。もっとブラボー言ってください、長友さん。そうなんですか。ちょ、ブラボーちょっと飽きてません？いや、バレー飽きてて。もうブラボー封印してるんですよ、僕。あ、そうなんですね。どこでもブラボー言ってくれって言われるんで。そうですよね。どこ行ってもなんか企画書見たらもうブラボー全部僕のとこブラボーってなってる。台本が。やめてくれと、台本が。はい、確かに。なんでもう今封印で。あ、そうなんですね。ブラボー言ってないです。ブラボー封印してるんですね。うん、